ってやるさ。たとえそれで町ごと焼き尽くすことになってもな。邪魔なんだ。 あんたが商売できてるのは私がそれを許してるからだ。気分一つでどうでもなる。若子と喧嘩してる。あ、ちょっと待って。リー、 B は休暇中さ。俺だよ。若子、またかける。で、何の用だい、ジョニー。また面倒な仕事でも受け負ったのか。あんたの話の方がクソ面倒なんじゃないかって気がしてるよ。時何か必要なんだろ。すでに嫌な予感がする。鋭いな。その通りだ。お前に頼るしか方法がないだろう。アトランティスの連中のうちこの時代まで生き残ったのはどうしたもんかお前だけだ。何が言いたいんだよ。わあ、なんせ50年も寝過ごしちまったもんでな。その間に何があったか確認してるんだよ。それで何か分かったの。昔の仲間はろくな結末を迎えられなかったらしい。お前を除いてな。荒坂とやっぱり何か関係あるのかしら。おい、なんだよ、まだ飲んでる途中だ。いいから出な。すごい顔だなお前。ちょっと何なのよ。何でもないよ。さあ、あんたもさっさと家に帰んな。じゃなくれよ。仕事に戻るとするか。なんだ、貸し切りにしてくれるのか。リップ待遇だな。これでいいだろう。ほら、さっさと本題に入りな。え、そこにあるのは俺のボトルか。ああ、ずっと残してあった。何のためだか知らないけどね。でもここに来てようやくいい使い道が見つかりそうだよ。ああ。ローグ、正直に白状しろ。みんなを裏切ったんだ。あんた本気で私が。まったく。そもそもいつから私の決断に口を出せる立場になったんだい。いいだろう。あんたが言いたいことは分かってる。アダム・スマッシャーだろ。言っておくが、もともとそうするつもりじゃなかった。あんたの死を乗り越えた後に起きた話だ。この業界に干渉はいらない。私はスマッシャーの雇い主に頭を垂れた。ああ、そうさ。ひねり出したばかりのクソみたいに匂う話だろ。他の選択肢だってあった。でもね、後悔はしてる。あ、これでいいかい。まあそれも昔の話だ。今となっちゃう。じゃあなんだい、未来の話をしたいってわけ。それだったらさっさと本題に入りな。この体を俺はただB が死にかけてる。原因はこの俺なんだ。進行を止める方法はある。やめな、ジョニー。もういい。誰かを助けたいだなんて所詮は思い込みだよ。結局自分が楽になりたいだけさ。本当にそう思ってるのか。ああ、オルトの時と同じ。罪の意識からですらない。そのままじゃ腹の虫の居所が悪いってだけ。俺は変わったかもしれないだろう。時間がないんだ、ローグ。タイムリミットが来たらもうおしまいだ。ジョニーは消えて、B も死ぬ。その前に俺はあいつの頭から出てかないといけない。オルトと接触できたんだ。あいつが協力してくれる。でも、そのためには、みこしってデータ要塞に乗り込まなきゃならない。
そこへのアクセスポイントの中でたどり着けるのは荒坂タワーの地下にあるやつだけだ。結局また荒坂？本当に変わらないね。今度こそはって思いながら同じことを何度も繰り返すのはバカのやることだ。知ってんだろ、俺がバカだってことは。どうせろくな作戦もないんだろ。おいおい、最近のガキみてえなこと言うなよ。どいつもこいつも作戦作戦ってわめきやがって。昔からそうだろ。昔のお前は一発決めたら銃をひっつかんで飛び出してた。だからこそうまくいったのさ。俺たちのやり方でやろうぜ。待ちな、俺たち。ああ、お前なしじゃこんなことできっこない。誇りをかぶった津波製ライフルを引っ張り出してまたあんたと荒坂の戦いに加われって。ビンゴ。いつ？今すぐはどうだ。まさか私がそんな話に乗るとでも？お前は俺に借りがあるからな。俺やみんなの犠牲のおかげで今ここにいるんだよ。いつかこういう日が来ると思ってた。お、何かの奇跡である夜突然あんたが現れて何もかもぶち壊してく日がね。変わらないものもあるもん。俺たちは変わっちまったのか。どうだろうね。なら確かめようぜ。の、俺に手を貸してくれるか。もう黙って、ジョニー。話はもういいから。ちょっとこのローグの声が若干この違うけど、あの大勢っぽく聞こえてきた。メイドインアビスのお師様。え、薬いつまで効くんだろうね、これ。ああ、なんだよクソ。いい寝顔してやがる。酔っ払ったわけでもないのによくもそんなに爆睡できるな。まあ、その目、あれあれと一緒だな。アフターライフ20時間後、花子の護衛と同じ。聞いてるか。聞いてない。次やったら歯をへし折るぞ。望むところだ。でも俺がお前をボコボコにしたらボスに怒られちまうからな。ローグのことか。ボスは一人しかいねえ。行くぞ、ボスが待ってる。ええ、今回薬の効き長すぎひん。なんか届いてるよ。あ、何この落書き。うん、ちょっと待って。ここ何ここ。汚ねえ風呂桶だな。なんかないの。アフターライフか。の中から動いてないのか。なんか変なもん取っちゃった。なんか変なもん取っちゃった。
おお。どうやら挨拶は済んだようだね。ローグ、この男は何でいるんだよ。私たちは運んでくれるパイロットだからさ。私たち協力してくれるのか。分かってるくせに聞くんじゃないよ。装備はそこだ、好きに使え。かっけえな。じゃ遠慮なくいただく。マサムネ、わあこれ強いんじゃないのこれ。ジョニー、装備を確認しな、早く。はい、こいつは何だ。レトロスラスター、とっておきさ。反重力装備だ。どんな高いところからでも飛び降りる。落下ダメージ無効。私はベビーシッターじゃないんだよ。わかった、こうだな。よし、作戦の詳細を聞こうか。ああ、これを刺して。え、ちょっと待ったよ。わあ、レトロスラスター、落下ダメージマイナス8ってそんなに完璧じゃないんじゃないですか。言うほど。目標はタワー内にあるみこしへのアクセスポイント。研究フロアまで行き、電柱を制圧しつつ必要な作業を終わらせ脱出する。アラサカタワーはまさに要塞だ。ナイトシティ1の警備が敷かれて、正面から通してもらおうなんてのはまず論外だから、自分たちで窓を作り、そこから侵入。窓を作る。具体的にはまずミリテクのストリクス戦術爆撃機で現地に向かう。上空からの攻撃で建物の対空防衛設備を破壊、それから76階の壁を破って AV から降下し、反重力装備を使って着地する。見ての通りだ。着地点は熱帯雨林のど真ん中。別に褒めるわけじゃないけど、荒坂も案外洒落た遊びをやるもんだね。そのジャングルを抜け、タワー中枢を縦に走るシャフトを目指す。シャフトは建物の上から下まで通ってる。ここでもスラスターを使って一気に降下する。警備は大混乱するはずだ。抵抗は最小限に抑えられる。研究フロアを駆け抜けアクセスポイントにたどり着いたら、あとはあんた次第。拍手してもいいんだよ。さすが我らがボス、我らが女王だ。お前、爆撃機なんて持ってたのか。切り札は隠すもん。赤い水谷の新車を乗り回してた日が懐かしいぜ。どうやって手に入れた。私のつてを舐めるんじゃないよ。いいから作戦に集中しな。はい。荒坂に空爆を仕掛けるって本気か。ずっとこの日を待ってたんだ。興奮するのはまだ早いよ。やるべきことは他にもたくさんあるからね。すげえなこれ。私たちはまず通信衛星ジュロージン0401を立てる。ジュロージン、は、通信衛星。こりゃ歴史に残る出来事になりそうだ。そうすればこの町を含むカリフォルニア全域の通信が停止して 3,4 時間を。どうやって衛星を落とすの。その間奴らは連携どころか援護も呼べなくなる。いや聞こうよ。まさか爆撃機だけじゃなく武装したスペースシャトルまで持ってるってのか。オービタル A。 ああ。ちょっとした知り合いが。マジか。影の協力者か。かなりの地位にいる人物だ。彼を通してジュロ人へのアクセスを得る。あとは昔馴染みのネットランナーの出番さ。オルトのことか。私が知ってる限り彼女以外に荒坂の衛星を落とせる人物はいない。オービタルエアーに協力者がいるとはな。さすがフィクサーの女王だ。感謝するんだね。最高の人材を動員してるんだ。俺が寝てる間に計画してたんだ。それを言うならあんたが死んでる間に。ああ。
企業間の紛争に備えて通信関係に唾をつけといたらさ、この世に戦争ほど金になるものはない。確かに。ボルトに頼んでは見るが期待しないでくれ。あいつははぐれ AI だ。素直に聞き入れるかどうか。しかもウォッチにマークされてる。衛星を落とすってこと自体気に入らない可能性も。そんなの知ったこっちゃない。こっちはどでかいリスクを背負ってるんだ。説得できないなら私は降りる。だから頼んでは見るって言ってるだろ。つまりこうだな。まずアラサカタワーまでこっそり飛んでって挨拶代わりのミサイルをお見舞いする。その通りだ。タワーに飛び降りたら入り口を探して下方向に突き進む。神輿のアクセスポイントを目指す。どう思う？本当にいいのか。こんな計画を実行したらもう後戻りはできない。覚悟の上さ。荒坂は総力を挙げてお前を追うぞ。ああ、おそらくオービタルエアーもね。でもこれで一矢報いることができるなら本物。かっけえな。で、何か意見は？本音を言えば歌舞伎のドールハウスより穴だらけのプランだが、だがまあ、なんとかなるだろう。過去にはもっと馬鹿げた真似をしてきただろう。ローグ。なんだい？その、ありがとな。はいはい。まだオルトの件が残ってる。サイバー空間の勝手は分かってるんだろ。まあ、B と一緒に一応経験済みだ。なんとかなるさ。奥に行きな。ミックスが手伝って。おお、あいつか。ウェイランドは離陸準備を。私たちもすぐに。どれぐらいかかる？昼寝でもしておくから。ニックス。いや、あんたがダイブするのか？頼むぜ。そのつもりだ。オーケー。あれ？じゃあスーツに着替えて、そこのシートに座るんだ。ニックス大変。お前、ニックス大変だって。俺はもう上がるから戻ってくるのは自分でやってくれ。機材を勝手にいじるなよ。眉毛が空中に、お前どうなってやがる、ニックス。お前これ眉毛。眉毛すごい技術だなお前それ。え、スーツを着る。なんか変なの撮っちゃった。眉毛戻ったら大丈夫？お前の眉毛が気になって集中できない。ダイブダイブダイブ。オルト、そこにいるのか？言ったはずだ。オルト・カニンガムはもういない。信じられねえな。あいつの一部は残ってる。姿もそのままじゃないか。お前が望めばそう見える。防衛メカニズムだ。顕在記憶が大体イメージを作り上げているに過ぎない。妙な感じだな。まるで夢みたいか。俺の心が読めるのか？それは単純化しすぎだ。お前は自分を認められずにいる。コンストラクト、データの集合体。私にはお前がわかる。俺がわかる。まるでコードを読むようにな。なら話す必要もないだろう。考えてることがわかるんならな。行動の後に反応がある。それと同様、お前は言葉の後に思考が来る。ん？それはジョークか。オルトが持っていたユーモアの記憶の断片だ。他に何がわかる？お前の複雑な感情。時間がない。ネットウォッチにローカルトラフィックを検知される。衛星には詳しいか？
一つ問題になれそうだ。ジュロ人0401だな。問題ない。おい、寄せて。そうやって人の心を勝手に。作戦に異論がない。それでアラサカタワーに入れる。一人で話を進めるなんて。アラサカタワーに侵入し、神輿への接続ポートを見つけろ。これがリンク用のプログラムだ。チップとしてお前と共に送り返す。バックドアが開けば、データ要塞のセキュリティプロトコルを回避できるようになる。それが済んだら、お前と B は分離される。そして神輿は消滅。おこっからは真面目な話だ。神輿は監獄なわけだから、亡くなれば他の奴の魂も解放されるんだ。ああじゃないだろう。その後はどうなる。ほら言えよ。より偉大な存在の一部になる。頼むからもっと分かるように説明しろ。お前には理解できない。じゃあ好きにすりゃいい。話は終わりか。待て、もう少しいいか。これ以上は時間がない。見てみろよ、俺はデジタルゴースト。お前はそんなのになって。ああ、いや、いいんだ。これ以上話すことはないだろう。じゃあ見越しでな。ああ、ああ。あいつの眉毛回収した？大丈夫？書類はアスカガン&フィンチにあるからね。大丈夫かい？じゃあ車を止めてエンジンを切ったら、しばらく夜空を眺めてごらん。きっといいものが見られる。じゃあね。愛してる。ああ。